はい、これはマーク XGRMN の、まあ、セカンドバージョンとでも言いましょうか。もうね、マーク X ね、生産中止がね、発表されちゃいました。マーク X 自体ね。GRMN は、まあ、1回あって、まあ、すぐ売り切れて第2弾ですね。で第2弾これももっと売れるはずなのに大事に絞られて、でやっぱりあっという間に売れてしまったという。もうマーク X といえばね、まあ、僕はあの悪い意味じゃないですよ、なんかこう残り物チャーハンみたいな車だと思っててですね、まあ言ってみればゼロクラウンのプラットフォームでね、まあとかね、そういうものを熟成されきったものを使ってね、そう、まあまあ美味しいものを作ってる車だと思ったんだけど、とはいえまあ絶対性能が高い低いで言ったらね、高いとかいう感じではないじゃないですか。そうですね。でも、まあ、その絶対性能自体がものすごい高いわけでは、この車もね、GRMN も、まあ、ないとは思うんだけど、それをね、セットアップで FR セダンの、まあ、FR スポーツセダンの楽しさをどう出していくかっていうのが、多分この車の肝、価値だと思うんですよね。うん、すいません。それをこう、うまくやってますよね。こういう過酷なコースで走らせてても、なんかね、すごい動きが穏やかなんですよね。うん、ね、なんか飛ばせちゃうよねみたいな。あの、まあ、スープが乗った後だから、例えば打角とかは大きいですよ。でも、で、車の動きも、まあ、ロールとかね、その大きいんだけど、その分こうなんだろうな、挙動が分かりやすくてね、いろんな動きがあの、まあ、本当穏やかでね、分かりやすい。だから滑る領域に行くまでのこう加藤領域がすごく掴みやすいので、まあなんか今のねターボエンジンに慣れちゃうと、特に低回転では、まあ、月がいまいちような感じするけど、ちょっとこうやってスピードレンジ上があると低いとこ使わないじゃないですか。だからいいね、この辺の5000から上のこのクオーンもいいもんね。どうですか。ちょっとあんまりマウントを固めすぎてない感じがするんで、いいね、いいね。もうここが欠点。エンジンマウント、ミッションマウント、やっぱ固めすぎるとね、あの音出ちゃうし振動出ちゃうから、まあセダンとして許されるところでやってると、まあこんな感じかもしれないなっていう。
でもね、こんなコースそんなにないので確かにそんなに普段これが嫌な感じになることはまあないと思うんですけど、導けばいいのかが車が教えてくれる感じがする。こうダメな動きとかの時も今踏んじゃダメよっていうのが車が教えてくれるんで、しかも限界も高いよね。十分十分だと思います。こんなの絶対行動じゃん。うん、楽しいじゃないか。楽しいのは結局おかしな動きを車がしないっていうか、どこまでも裏切らない感じがするってことだよね。なんかこうシャープだとか、ね、月がものすごいいいとかじゃなくて、とにかく思った通りに動く車が動く、うん、まずそこが前提で、思った以上のおかしなことを本当にしない。いいじゃない、とてもいいです。